くりどうぞ。美味しそうやな。うん、めっちゃうまそうやな。いただきます。いただきます。なあ、つかさ、ちょっと話していいかな。うん、何？俺らもう別れようか。え？え？タイがもう私と別れたいん？別れたい。そっか。一つだけ言わせてもらっていいかな。うん、どうしたん？そのさ、下手やわ。うん、何が？別れるのが。え、別れるのに上手いとか下手とかあるの？いや、私も今までないと思ってたからびっくりしてる。え、何が下手な？いや、まあ、さ、今じゃなくない？今じゃない？どういうこと？うん、だってさ、今の私らの格好ペアルックなわけやん、うん、ほんで、あんたが鍛えてたパンケーキ屋さん来てこんなクリームたっぷりになったパンケーキ食べてるわけやん。いや、傍から見たら私ら今カップルとしてのピーク迎えてんで。まあ確かに、うん、今ちゃうなってならんかった？ごめん、ならんかったな。私このパンケーキ今食べきる自信ないで。うん、ごめん。まあいいや。まあそれは100歩譲って許そして、私今日誕生日やで。うん、そうだね、おめでとう。おめでとうじゃなくて、いや、嫌がらせとしか思われへんねんけど。いや、嫌がらせじゃない。え、じゃあなんで今日なん？最近も結構会ってたよ。いや、でも昨日ちゃんと別れたいって思った。いや、まあ仮に昨日別れたいと思ったとしても、今日の1日ぐらい我慢してよ。だって私の誕生日やで。いや、でもさ、司さ言ってたやん。何を？そういう記念日とかそういうのを大切にするんじゃなくて、一日一日会える日をちゃんと過ごしていこうっていう、もう司が言っててね。司が言ってたから。いや、確かに言ったかもしらへんけど、うん、誕生日に別れ話は違うくない？え、じゃあ今日は別れたくないってこと？うん、まあ今は違うなと思うよ。じゃあ今日別れんのなしにしようか。そういうのは可能なんですか？え、だって今日別れたくないって言いましたよね、あなた。はい、別れたくないです。で、今日は一旦なしにしましょう。後日ということで。またはい、じゃあパンケーキ食べましょうか。すいません、店員さん、水を買われてもらっていいですか？すいません。